清水清から1947年9月25日は日本の法学者。学位は法学博士。帝国学士院会員。数密院議長。英典は聖に9日等。1868年、石川県金沢市に生まれる。東京帝国大学法科を卒業。ドイツへ留学後、学習院教授となる。 1905年、法学博士号を取得する。ついで慶応義塾大学法学部教授。1926年2月27日、帝国学士委員会員。宮内省及び東宮語学問書御用係となり、大正天皇、昭和天皇に憲法学を進行した。行政裁判所長官、枢密院顧問官、副議長を経て、敗戦後。 1946年6月13日最後の、数密院議長に任せられる。数密院が廃止され、公職追放となり、1947年5月3日に、日本国憲法が施行された後の同年9月25日、日本の国体の危機を憂い、熱海錦ヶ浦海岸から、闘神自殺を遂げた。遺言にあたる、自決の辞には、新日本憲法の発布に、 先立ち主義憲法案を公表したる団体及び個人、ありたる域中に派共和制を採用することを希望、する者ありある派戦争責任者、として金城陛下の大意を主相、する人ありが国の将来を考え有料の、イタリリに関え、図兵士小生微力にしての、が対策なしい手自決集会より、が国定をご自身金城陛下のご在意を、 祈願戦とヨークスの小生の自決するゆえんなり辞して、自決の方法として推しを、基礎なビタル派スワエの名神屈原に放ひたるなりもと、スーミツ議長八十王、清水清志法学博士昭和二十二年五月、新憲法を、実ノルの否任務追古と小生昭和九年以後進行、したること重手流害を、敗したることおびただし時期をもって陛下の平和愛好の、 ご性質を、熟知せり重手戦争をご賛成、中西こと名なりと記し、大日本帝国憲法に準じ、自殺をすることと、その自殺が、中国の戦国時代の祖国の屈原が、こちらの淵に等身自決した故事に習ったことが、記されている。国家総動員法の審議が第73回帝国議会で行われた際、この法案は、 憲法違反とは言えないという考えを示した。原田熊尾からこのことを聞いた、西恩寺金持は、清水なんかに憲法がわかるもんか、とコメントしている。金沢市の石川五国神社には、清水清博士検証碑がある。菅谷幸宏、清水清の憲法学と昭和戦前期の宮中、同、清水清と昭和史についての覚書。 満州国皇帝へのご進行から日本国憲法制定までありがとうございます。